インターネットテレビ、ビル増刊号デスクの山根です。本日は政治学者で youtube 岩田敦志チャンネルでもおなじみ。はい、岩田敦志先生をお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生にお聞きしたいのは、まあ、はい、総裁選のことなんですが。もう、はい、ビル増刊号では、総裁選ウィークということで、ここ一、二、はい、週間、一、はい、日。 日本ではなく1日,日本配信してるんでまあ各界各分野のまあ専門家の方にまあ防衛安全保障とか、まあ、ジャーナリズムの立場から、はいろいろと分析頂い,いてるんですけども、はい、岩田さんの専門は政治学、はい、政治哲学というの、ん、を、まあねえー、よりこう深掘りするような。まあ深掘りというか現代にあまり関係がないと思われてるんですけどね。<笑><笑> ただなかなかこう日々政局が動く中でまあそことはまた別に冷静にこの各候補を見ていこうじゃないかと思っておりますがでまあ担当職人にえ最初に聞きますとこの高市さん河野さん岸田さん野田さんこの4候補の中でえ岩瀬先生がこう個人的に応援している候補というのは あもうこれは私はです、ね、いつもあの、えー、分析とあの願望というのを分けるんですけど、えー、で分析ではなくて願望といいと<望>ということですねまずは私はこれはです、ね、あの絶対に高市、えー、早苗さんが、えー、自民党総裁にそして総理大臣になってほしいという願望を抱いております。うんうん、で逆にこの人は、うん まずいなぁと思っている方はそうですねあの野田聖子さんと河野さんはああまずいなというふうに思っているんですが、ええはい、野田さんはねはっきり言って積極的にあの、まあ、論外ということでまあ、な,ならないだからあ、ええ、あの論ずる価値があまりないですねだけれども河野さんの場合はなる可能性があるから、ええはい、これはね非常に危ないというふうに私は思いますね。ええ 自民党総裁選っていうのは、うん、まあ実質的なまあ総理大臣を選ぶ、まあ、選挙なわけですがそもそもこの自民党っていう政党、うん、まあ保守政党としてそのリーダーを選ぶ、うん、この意味 について、つまり自民党とは何なのか、うん、でその総裁にはどういう人物がふさわしいのかっていう話をいやまさにおっしゃる通りで、ええ、自民党の総裁としてですねまあつまり自民党が今与党ででまあ圧倒的に多くの数持ってるからですねこの人が総理になるわけですけれども、ええ、そこにですねやっぱり期待しているのは保守政党だということなんですよね、ええ、で保守政党である以上ですね何が大事かっていうふうに言ったらですねやっぱりね歴史観とか国家観とかねそういった、うん、あの ちょっとね、あの政策次元よりももっと深いものがなければならないと、はいはい、でそれで見ていくと、ですねあの河野さんにはですね疑問符があこうつくというか、ですね疑問だらけであるというのが、どうですかね、最近だと、うん、あの中国企業のファミリーでやってる話とかもまあそうですし、はい、まあ例えば除刑容認するような過去の発言もそうですし。はい といううころからでですすよねそうですねそ、うんね、やっぱりねでももっとね言うとですね、まあ、彼のですね、えーえー、彼はね結局のところ世襲議員でしょ、えー、でその世襲議員であそれは世襲議員が全部悪いというわけではないんだけれども、えー、彼のお父さんは一体ねどういう人だったのかというふうに考えてみると、えー、で彼はあの要するに河野談話というですね自民党が今おっしゃったとおり保守政党の中においてね で最もです、ね、そこからかけ離れたようなことをやった時の、まあ、責任のある立場にあるわけですよ。ええ、でそれでこの談話というものは今なおを引きずってるわけですね。うん、でこれを,を出したで、まあ、お父さんがやったことと息子がやったことっていうのは関係がないんだという議論はね一般論としては成り立ちます。ええ、しかしね政治家の場合はねその政治家としてですねお父さんの影響力なしに彼がね政治家としてなれたのか。 そそしてその,あの企業の問題もいろいろありますけれどもあれお父さんがあの非常に大きなあの影響力を持ってる会社ですよね。もっとと言うとあれおじいさんのの時からの会社でしょだからまあね私はそのおじいさんだってあの皆さんあんまりあのご記憶にないかもしれないしまあ生きてたっていう方は少ないかもしれないけれども彼はですねあの河野さんっていうのはやっぱりねこの「神祖であった」というのがねやっぱ大きな私は問題があったと思ってるんですよ。であったっていうのは はですね要するに北方領土の問題とかですね、ええ、そういった時に極めて妥協的であったと、ええ、でまあ彼はね吉田茂から反米的であるということでね、まあ、非常に批判されてたわけでですよ、ええ、でそのね3代ですよ。うん だから私はね、まあ、こう言ったらね、大変してるかもしれないけどね。河野、うん、の売国三代みたいにね、あ、見えるわけですよね。で、うん、その三代目ですよ。はい、やっぱ、これ、ちょっとね、あの、問題があるな、というふうに思ってますよ。うん、実際、今回の総選挙で、もお父さんが、その、票の。そう,そ,うそう、そう、そうね、竹下派。青木さんのところに行ったでしょ。はい、だから、お父さんとね、全く関係ないとはね、言えないと思うんですよ。うん、これだけね、お父さんがね。 寄せばいいのに本当にね何しにのこのこ行ってるのかなというふうに思うんだけれども <laughs> いい年のねお,お父さんが、えーね、いい年の58歳の息子のためにね動くわけですよ。えー まあ一言で言ってね情けないでしょう自分のね息子が58になった時にお父さん動いてねでも相手もねまあそのおじいさんですからねあ、えー、その青木さんっていうねだけどねまあ私はねこういうことをやっているっていうのはねそれでいてねその私はあその河野父親とは別人格だというふうに言われてもねちょっとね説得力かくるとは。 うん、いうふうに思いますね。河野さんのお最新の本の中にも、ええね、そのお父さん陽平さんとのその臓器の話とかも、うん、あまあ臓器のね,はね話はねあのいいと思うんですよ。うん、でそのまあそれは息子さんとしてね、うん、父親にその提供してってまあそれは立派なことだというふうに思います。だけれどもですね政治姿勢もやっぱり引き継いでるんじゃないのというのがね私のあの深く懸念するところで、うん、だから河野さんがですねあの総裁総理総裁になるということに対しては、うん、まあ強く ですすねね違和感とといいいうううかあってはならんふに思まただ現実問題としてはなりそうだからあのなりそうって100%なるわけじゃないんだけれどもなる可能性があるからやっぱこちらはねきちんと批判しなければいけないと思いますね。で河野さんに関してはその菅さんが河野さんを非常にお気に入りじゃないですか同じ神奈川で。でまあ菅さん河野さんで小泉進次郎みたいなラインがあります。 この一年間、非常にこう頑張ったと思う。まあ、そうですね。あのワクチンの問題とかね、やってきましたよ。ただ。こう、岩田敦チャンネルでも指摘されてましたけど。ここであの河野太郎を、この支持しますと。これはいかがなものか。とすごく残念だったんです。これはね、残念というか、やってはならんことだなというふうに思いましたね。だって、あの総理はですね。何でお辞めになるかって言ったら、総裁選にエネルギーをね、使ってる暇はないと。 自分はそのコロナ対策に一生懸命であるというふうに言ってたわけでしょ、えー、ところがね業界団体とかに電話をしてまくってるという情報がね <laughs> 出てるわけですよちょっと言ってることと違うんじゃないですかというふうになる、えー、そしてねやっぱりねまあこれ日本人だけじゃないと思うんですけども四季にねあの中国の四季にね柴田の四季にあるんですけどね「えー、敗軍の将兵を語らず」という言葉ありましてね、えーえー、やっぱりねまあ申し訳ないけれどもあの菅総理っていうのは出たいけど出られない状態だったわけですよ。はい、で その時にねやっぱりね黙って去っていったらねそれはねまだまだあの何ていうのかなあ立派な人だったというふうになりますけどでここでねなんかね最後「おい河野で行くんだ」ということでねガン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 やってるとねやっぱりこう。 本当になんか未練だねそれしかね残ってないような感じがしてじゃあ,あのコロナ対策にあのなんか全身全霊注ぐから総裁選できないっていうのもやっぱ結局嘘だったじゃない、まあ、誰もが嘘だったって分かってるんだけれどもでもねそれはいくらなんでもねあの少なくともこの1か月黙ってるっていう方がね私は日本人の美徳として良かったなというふうに思いますね。ま<だ>まししててややでですすよよ、はい 河野さんを応援するっていうのがね私としてはですねやっぱりこれはあってはならんといいううふに思ます菅さんが河野さんを応援するんだろうなっていうのは誰もが分かるじゃないですかだからもうそこにねすれば花じゃないですけどいやそうなんですよだからね黙って応援してる分にはまあねでも公言してるでしょいやっぱりコロナではねこのコロナ対策では継続性が大事だから河野さんにやってほしいって。 いや継続性大事ならご自身が進めるべきだったんじゃないですかと、うん、ああだからやっぱりやりたくてやりたくて今でも震えてるんだけどできないと、うんうん、やっぱ見れんなねなんかねちょっとねなんかあんまりそういう権力にこうしがみつくみたいなこう朝日新聞的な論評は僕は当たらないような気がするんですけどね、うん、あんまりこう執着はない方だとは思うんですが、うん、いやあるでしょうそうですか見えますけどねそうやってだって。 普通ねあの、この任期の直前に総裁選より前にです、ねええ、いきなり衆議院選挙をやってやろうとかそれもできないんだったら人事変えてやろうとか、ねええ、こんな、ね、奇策を、ね、打って出る人が権力に連々としてなかったというふうに言われても、ねええ、それはあの口で言うのは自由だけれども。はいはいはい ご自身のやってること,とじゃ違うんじゃないですかと思いますね。確かに後半の一ヶ月ぐらいは。い<や>瞑想気味というか。いや最後の一週間かな。一週間。うん、ちょっと晩作尽きて感はし。そうそうそう,そう <laughs>。あの一週間がやっぱり。えー、あの、ご乱心の一週間だったと私は思いますよ。えー、で,でもね。うん、そこで。 まあしょうがないじゃないですかそこでねも,うも,うもはやあの総理大臣に、ね、なることが継続することができないとなったなら<ー>だったら、ね、そこで黙って身を引いていたらね本当によかったけど<ー>河野さんを押したことによってね私はあの多くのね特にあの心ある国民からですね、うん、菅総理っていうのは立派にねやってたと、まあ、確かにしゃべるの下手で、ねうん、あれだったけどオリンピック・パラリンピックもやったしでコロナワクチンもやっていたしというね 考えてみればあの黙ってはいたけれどもその実務家としてね一つ一つやってたわけですよ、この間もアメリカがですねあの福島の問題であのなんか解除するとかありましたでしょ、あれもやっぱり菅総理のおかげだと思うんですよ。だけどね、そういったことがねせっかくやってたのにね最後に自分でぶち壊してるように見えるんですよね。うん だ気の毒ですよ。えー、でその対照的なのがこう安倍さんだと思うんですよ。安倍さんはもう表立ってもうんえー、高市支持を明確にさしてはい、はい、最近もうツイッターも稼働させなくてます、ね、えやってますね。<う>えー、だからね、まあここにねでも私はね、えー、やっぱり自民党の総裁としてまあ申し訳ないけれども、はい、安倍総裁と。はいえー あ菅総裁そして安倍総理と菅総理の違いがね、うん、出てると思うんですよ。やっぱり基本的に自民党は保守政党であるっていうことをですね、うん、強く強く訴えている安倍、えー、総理と、うん、実務はたけてるんだけれども、うん、どうもですね国家間とか歴史観とかですねそういったものが、うん、まあなんか見えてこないというのが、うん、あの菅総理だったと思うんですね。うん、でやっぱりねそれが その任期の長さにね、ながっているというふうに思います。私はね、あの菅政権がね、持たなくなった。一つの大きな決定的な理由はね、そこにあると思うんですね。要するに、あの。岩盤支持層といいますかね。保守本流、自分たちは本当の保守なんだというふうなね。ことを思っている国民からしたら。安倍総理はですね、どんなにね、りかけ、なんか、桜とですね、いろんな、あの、出てきてもね。 まあ確かにそういう問題はあるのかもしれないとだけれどもこの人はね日本のことを考えてしっかりやってくれてるじゃないかとだからそんなねなんか目先のねことでね朝日新聞だとかねなんかが言ってもねその朝日新聞がね何か言ってるからといって一緒になってね安倍総理叩こうというふうには思わないとこれが岩盤支持層だと思うんですね。うん、ところが国家間とか歴史観とかが見えてこない人がね総理大臣をやってるとちょっと何かあっただけでね、うん、こう一気に支持率が下がるっていうこういう現象があるというふうに 私は思いますね。そう言ってその叩き上げと接収の違いみたいなのも多少あるんでしょうかね。いや私はね叩き上げだからいけないとか接収だからいいっていうふに思わないですね。なんでかって言ったら例えばね高市さんってあの接収でも何でもない叩き上げじゃないですか。だけれども彼女はですねしっかりとしたですね歴史とか国家について語るじゃないですか。だから別にね接収だからその国家観とか歴史観とかあるってわけじゃなくてだって。 河野さんも接種ですけど、僕もあの自分でいっときながら、すぐ気づきました。そういえば、そうなんという。関係ないですよ。で、面白いですね。その。ちょっと。河野一郎さんの話もすると、河野一郎さんと、その麻生さんのおじいちゃんである。吉田茂って、あれも犬猿の中。そうです。そうですよね。で、河野一郎さんが、あの自宅側の焼き討ち。されて、野村修介。あの、非常に上機嫌。だったいうすごい話ですけどね。ありますけども。どうでしょうね。やっぱり自民党の魔法。 今ってこの保守本流とか傍流とかどっちがどっちでよく分からなくなってますけれどもやっぱりこっちの、うん。うん 吉田茂うんっていうかね、ええ、まあそれはね、まあね、あんまりね、派閥っていうのに思想をね、見出すっていうのはちょっと危険なことなんだろうというふうに私は思ってるんですよ。ええうん、つまりね、まあ吉田茂はあ、こう親米路線、うん、だったわけですよね。でもね、いろいろ見ていってね、だからこの派閥にいるからその思想を信奉してるかって言ったらね、必ずしもそうではないと。ええええ、だから人間関係でそこに入ってるっていう人が結構多いから、ええ、派閥はね、そんなにね、まあ政策 集団というふうに名乗ってるけど。うん、いや政策があまり見えないんじゃないかなというふうに私は逆に思いますよ。うん、なるほど。うん、だからあの。 2階派だからね全員がね、うん、もう中国万歳かというふうなね、うん、言ったらそうでもないでしょだって今回の,あの総裁選見てたって、うん、あの高市さんのところ応援してる人だっているわけですよね 2>,、うん、2階派の中にねだからまあそこはね難しいというう思いますね。うんそう まだこう古い体質みたいなのが残っていてやっぱり人間関係最後はやっぱり人間関係みたいなところがあるじゃないですかねだから見ていて面白いっていうのもあるんですが面白いしまあだからこそ複雑なんですよねまあ例えばねだから三原純子さんがねえ今回野田聖子さんをね応援してなんかすごくたたかれてるで私もねびっくりしたんですよ。というふうに出馬する前からの お知り合いなんですよね、ええ、でそれで三原さんが出馬する時に後押ししてくれたっていう人間関係があったわけですよね、うん、だから彼女としてはその何て言うか政策とかね、うん、国家観とかおそらくだいぶ違うわけですよ、うん、だけれどもその人間関係を大事にして、まあ、やったということでまあこれはねでもよかれよしからありますよ。うん、あのそれはやっぱり あのいくら、ね、人間関係があるからといったって一国の総理大臣を選ぶ時に、ねはい、その人間関係を優先させていいのかという問題は私はあると思います、ねうん、特に野田聖子さんがです、ね、もし総理大臣になることになったら本当に日本大丈夫かというのは、ねうん、あると思います、ねうんまあ、逆パターンで二、うん、階派の河村武雄さん、はい、非常に親感。 そうして知られてますけどが高市さんもう指ですよねとかだからそこはねいろいろあるんだろうというふうに思いますね。ということで結論としては河野太郎さん危険だと。いやいや結論としてはもうそうですね野田さんは論外だから言わないけどでも野田さんもダメですよ。野田さんはねんかあれ報じられないじゃないですかその清朝でいわゆる極道のっていう話ってあれ いやだからねあれでも本人はなんかあの信じてるとかなんか言ってねいろいろなんか反論してますでしょまあそれをやってもらったらいいというふに思いますけどでもね僕はねそこはねそれで本人の問題でそれも問題だけど政策的にね昔あのなんだっけな南シナ海の問題は日本には全く関係ないというふうに言ったことあってこれはこの人は鳩山由紀夫と同じだと僕は思いましたねだからもうあの論外ですよ。この人総理大臣ったら危険です。 で今まで全く増えられてないのがあの岸田さんっていう方もいらっしゃるんですがまあ何かいい人なんじゃないですかね。<laughs> で一説によるとなんだかんだ岸田さんが、うん、あの決選投票まで進めば、ええ、有利なんじゃないかという動もあるので、まあ、あまり無視できない人でありますがどうしましまょう、ええ、そんなにえっ、えまあええまあ、としたらですね <laughs> 岸田さんねえ岸田さんっていうのはね、ええ、あのなんかあのなんていうのかな えー、すごくいい人だと思うんですよ。<laughs> はい、で、あのいい人っていうのと政治家として向いてるっていうのはまた別のことですよ。はい、で、あの仁徳なる人だと思いますよ。はい、で、でもねえ、北さんが今回ですね、マッドなことをね言ってる、うん、敵基地攻撃能力とか、うん、いろんなことをおっしゃってるね。この背景には私は安倍総理がね、うん、いて、や,りやっぱその安倍総理の支持を取り付けないといけないっていうところでね、うん、あの。 保守的なことを言わなくちゃいけない。ね。これ、ね、僕、すごくいい現象だというふうに思うんですよ。うん、つまりね、自分がね、今まで。 例えば学者の世界なんかで言ったら自分がリベラルって思われないと出世できないと思って心にもないリベラルのことを言っているうちにどんどんリベラルになっていく人っていっぱい見てきたんですよね。だけど岸田さんみたいに保守派の指示取り付けないとだめだと思って保守派のことを言っていたら左翼から叩かれるでしょうでもそれ、引けないわけだからどんどんそういう状況に追い込んであげた方がいいということです。よ とということでえ、まあ、河野太郎さん危険という話なんですが次の動画ではあの逆に高市さんをなぜ評価するのかとか、うんはい、高市さんがあの尊敬する人物が松下幸之助と曲がりとさっちゃんだと思うんですけど、はいまあ、そこの、まあ、歴史上の偉人と比較しながらお話を聞いてみたいと思いいまます。あありりががととうううごござざどもいます。